の買いました。イエーイ。これね、ちょっと本当に発生です。どうも、ひでまろチャンネル始まりました。おはようございます、こんにちは、こんばんは。 GoPro もね、マウントしてみたいと思います。今、机に出してるんですけど、これね、ちょっと問題発生です。説明書がないんです。なんでないのよ。え、イエーイ。いやいや、なんでだよ。おかしいだろ。なんでないよ。一応ね、原型っぽいのが残ってるから、これからなんとかしろっていうことなのかな。メイドインチャイナだけしか書いてないよ。感覚で作ってみようか。イエーイ。なんだよ、マジでよ。いいね。こんなちっちゃいんですね。おう。なんだよこれ。挫折です。挫折。これどう作るのこれ。いやー疲れました。やっとね。来ましたよ。説明書がないから、他の人の動画とかいろいろ見て、やっとなるほどなって確認ができて、ようやく GoPro8 めちゃくちゃいい高性能、それはよう分かった。だけど不便がね一点あったんですよ。シリコンカバーつけてるんですけど、7の時までの GoPro っていうのが充電するコネクト入れる穴、分かりやすい位置についてたんですけど、8の場合バッテリーと SD カードと同じところにアダプターというか充電を挿すね部分一緒のところになってるんで、よう分かんなかったんですよね、取り付け方が。ようやくマウントできたんですけど、バッテリーのところに充電のコネクタがついてるから、マウントした時に蓋が開きっぱなしのまんまつけちゃうことになるから、どうするんだろうって思ってすごい悩んだんですよ。でもいろいろ調べてようやく分かったんです。この部分の蓋がなんと取り外せたんですよ。その証拠がね、これね、これがなくせない、いいんですけどね。でも GoPro さん大変ですよ。大事なんだから、蓋なんだから、これはでも大事に取っておきますけどね。あと最後言って、 Amazon さんで GoPro8 のねケース見たら、ちゃんとコネクタ部分に穴が開いて、ちゃんとマウントできる専用のもの売ってたんで、僕このシリコンカバーね肩で切ったんですよ。わざわざ見たらそういうなんかちゃんとしたの売ってあったんで、1400円ぐらい。皆さん GoPro8 を買った時は買ってください。ちゃんとしたやつ1400円、1500円で買っちゃいますんで、悲しいです。新品を穴開けたんですから、僕の二の舞にならないように皆さん注意していただければと思います。ひでまろチャンネル、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。